えー、戦争の3回目平和ですね平和の3回目ですけども、えー、っとあの平和とか戦争とかいくになりますとですね、えー、みんな多くの人がカットなるんですね大体カットなる議論のテーマって決まってましてね僕の経験では教育これもカットなるんですよこういう教育だとか言ってですね環境ですねこれもカットなるものの一つなんです。 それから戦争とととと平和かか左翼と右翼右これもカットなるわけですねどうしてこういう問題がカットなるのかっていうとですね私は多分普段よく議論してないからだと思うんですねまあ議論しますと自分と考えの違うことを言ってる人にも一理あるってことは分かりますからねあんまりカットしないんですねだけどそうじゃない時はカットするんですね最近の,あの原発なんかもそうですねカットすみんなカットするんですけどカットするっていうのは まあ、原発の場合は自分が嘘をついてるって言うのは場合もあってですね。それが見破られると困るっていうんで、まあ非常に強気に出るっていう人もいるみたいなんですね。で、この第二次世界大戦ま1939年にドイツがポーランドに侵攻しえ、1941年日本が真珠湾を攻撃したとまいうことで始まった。第二次世界大戦なんですが、この名前自身がちょっとおかしいんですね。 えとこの前に第一次世界大戦というのがあるんですけどこれはヨーロッパ人がつけた名前で、えー、本来は欧州大戦です、ねえー、まあもちろん日本もそのヨーロッパの国々が植民地を持ってたので、まあ、そのヨーロッパの人たちの植民地の一部で戦いが行われたというのは確かなんですね。例えば日本がドイツと太平洋で戦ったりしましたがこれは余波なんですね。 ですからあくまでもやっぱり第一次世界大戦というのはヨーロッパの呼び方で、えー、ヨーロッパ大戦とかいうふうに呼ぶべきものなんです。したがって世界大戦というのはおそらくこの第二次と言われている、まあ、ドイツと日本が参戦したやつだと思うんですね。でこれもドイツと日本ではかなり戦争のきっかけがまあ違ってはいるんですね。あのドイツは第一次世界大戦による賠償金の高さとか それヨーロッパの中で、えー、イギリスとかフランスは、まあ、先進国として、まあまあ、非常に裕福だったわけですね。これに対してドイツイタリアは貧乏だと後から来たから。ということで、えー、イギリスフランスの,あの豊かな国とドイツイタリアのちょっと貧しい国との間の戦いでもあったわけですね。ところがアジアの日本の戦いはですねこれは1941年なんですがこれは全く様相が違ったわけですね。 これはあのまあ人種差別の戦いといっても良かったしどういうふうに位置づけるか難しいわけですねだけどこの日本が戦争に突入した時の状態というのはよくそれこそ勝っとこないで <laughs> 議論しとかないとですね平和を守るってことはできないわけです。非常にに大大きく言えば日露戦争ののの時にロシアという白人の国巨大な白人人国国なが えー、有色人種の国だった小さな日本を叩きにかかったとでそれに対して、えー、日本が応戦をしたというで結果的にはまあ非常に意外なことに、えー、有色人種の小さい国日本がですね白,白人の大きな国ロシアを破ったという意外な結果になりそれによって日本は一応国際社会に認められ有色人種ほぼ唯一の、えー、独立国として。 まあ世界でで活動すするようになったわけですね「まあ、平和の2」で話しましたパリ講和条約第1次世界大戦の後のパリ講和条約に日本が戦勝国として参加し、まあ、人種差別撤廃条項を提案したのもですね、まあ、そういった全体の歴史の流れなわけです。で日本はそのあの第二次世界大戦に入る前に、まあ、中国の一部を占領し満州国を建て朝鮮を占領し台湾を占領して千島 それからカラフこの占領の状態っていうのは、えっと、ここのところはあの冷静に聞いてほしいんですけども他の白人諸国に比べれば大したことなかったんですよいいとか悪いとかそういう議論じゃなくてですね、まあ、イギリスフランスアメリカですね、まあ、ドイツもそうですねイタリアもそうですがそういったスペインポルトガルも,もちろんそうなんですがそういったそれロシアですね そういったその白人の国と比べればですねまあ控えめだっったたたことは控えめだだんですね。有色人種としてはまあ日本が唯一でありましたところがやっぱりですね有色人種の国が独立して大きくなるっていうのに対しては非常に人種差別,差別的な圧力があったわけですねつまり日本だけは許さないというのがよくその頃言われておりました イギリスがいくら植民地持ってもアメリカがフィリピンを占領してもそれはいいとだけど日本はダメだとなんで日本だけダメなんですかいや有色人種だからっていうことですねそれで中国がちょっと難しくて中国はまあ,あ,あ白い中国人っていうの一番言い,言い方いいんですけども一応花の色は有色人種なんですが白人側につくというそういう、まあ、特徴があるわけですね 中国の場合は白人側について、えー、有色人種側を攻めるというのが歴史的なまあ流れなんで、まあ、そういうふうになってたわけですね。それで ABCD 同盟アメリカ B イギリス C 中国 D オランダという包囲網を組んで、まあ、日本に圧力をかけてきたわけですね。まあ、特に石油の金融と鉄鉱石の金融まあこれをやったわけですね。そうしますと 日本の選択肢としては一つ,、ね、つはもう満州も朝鮮も全部返還してそして元の日本に戻るとあのこれが一つともう一つは、まあ、打って出て戦うとこの2つの選択肢が残されてるわけですね。で、えー、満州と朝鮮を介して、えー、まあ台湾は非常に難しいわけですね台湾っていうのはもともと国がなかったところですからね。 今中国の人が日本と戦った中国の中華民国が台湾にいるんですよ。今なんかえー、っと共産国が戦ったように言ってますけど共産中国共産党ってのは日本とほとんど戦っておりません。まあ、ちょっと一部小競り合いはあったんですけどでよくあの日本と戦った抗日戦70周年なすってるけど抗日したのは中華民国で今の台湾で。 台湾は日本と非常に親和あ,のあれが友好関係だっていうことでねじれちゃってるんでそこのとこよくよく考えないとですねあの中国の十中にはまっちゃうんですけど中国共産党の十中にはまっちゃうんですけどねまあいずれにしてももしも私の感じではですねこれはまあもしもの歴史と違うことですからなかなか人によって考えが違うんですけども私は満州国と朝鮮を日本が放棄したら えー、日本は植民地になっちゃったと思いますえ取、ー、られてしまいますね日本はつまり石油と鉄鉱石の金融をずっと続けてられたらですね結局日本は軍隊が動かせないそれから鉄砲も作れないということで必然的に軍事力を失いしたがってまあ、どこの国が日本に日本を占領したかありませんがまあ、アメリカでしょうねフィリピンのように フィリピンがアメリカはフィリピンを占領したと同じようにアメリカは日本を占領したと思うんですねそういう時代でしたから今とは違いますからねあの民族は独立してるっていうのは日本が第二次世界大戦を戦ったからであってあのそのまでは自由時代にオランダはインドネシアフィリピンはアメリカですねインドネシアはフランスというふうにう占領してたわけですからねもちろん。<laughs> イギリスはインドとかまあ山ほど占領しておりました。まあ、そうなっただろうから戦争に突入した理由というのはやっぱり人種差別だったと思うんですね。これはあのアメリカがはるばる太平洋を越えて日本に来たということイギリスがぐるっと地球を回ってきて日本に来たということはですねこれやっぱり何を意味するかってやっぱり人種差別以外ないわけですね。例えば東ヨーロッパは白人がいっぱいいて弱い国がいっぱいあったんですけども。 それ一部リトアニアとかそういうとこは取られましたけども普通はまあ独立してたということですね。ですからまあやっぱり残念なのが1919 19年の人種差別撤廃条項がまあ否決されたというのが非常に根としては深い。それから日本としてはこれよくあの日本の軍部が暴走してとかいろんな話があるんですがここはですね戦争が起きた理由は何かっていうと。 やっぱり日本を包囲して有色人種の国だから石油と鉄鉱石を金輸したんですよ。これ白人同士だったらしないんですよそういうことは。ま <laughs> あだけどドイツに対しては非常に巨大巨額な賠償を課したのでやっぱり戦争になりましたね。つまり一つの国をものすごく過度にいじめるとやっぱりその人の国たちも国もですね頑張っちゃって戦争になるわけですね。今の北朝鮮に対する制裁っていうのはですね。 我々が戦争せざるを得なかったこの第二次世界大戦というものをよく理解しているのかどうかということですね止める国が弱い国をやっつける大きな国が小さい国をやっつける資源を持っている国が資源のない国をやっつけるっていうことの延長線上でこのドイツの,あの戦争と日本の戦争が起こった今それと同じことが北朝鮮に対して起こりつつあると。 まあそんなところだと考えられますね。